アレクセイ・イオノフは、ロシア・キンギーセップ出身のサッカー選手。FC クラスのダール所属。ポジションはミッドフィールダー。ゼニートでのイオノフ1989年、現ロシア・レニングラード州、キンギーセップで生まれた。ちなみに、当時のチームメイトのアレクサンドル・ケルジャコフと、同郷である。6歳の頃からサッカーを始め、2007年に FC。 ゼニト・サンクト・ペテルブルクのトップチームに同行するようになる。このシーズンはリーグ戦での出場はなかったが UEFA カップでは3試合に出場し2得点1アシストと潜在能力の高さを見せつけた UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の HNK ハイデュクスプリトセニや RSC アンデルレヒトでは共に1得点の計2得点を上げ勝利に貢献した。2011年4月17日、ロシアプレミアリーグ2011から2012の第5節 FC アムカルペルミ戦では前半20分にリーグ戦で初となるゴールを挙げた。6月14日、第13節の FC ロストフ戦では開始12秒にダンコラゾビッチにより、 ペナルティエリアに入れられたボールをネットに突き刺しゴールを決めた。これは、ゼニト史上最速となるゴールであった。2012年1月10日、f c クバンクラスのダールに3年契約で移籍した。2012から13シーズンでは、レギュラーとして活躍をして、クバンの UEFA ヨーロッパリーグの出場権獲得に大きく貢献。2013年6月3日、 不安での活躍が認められて FC アジマハチから4年契約で移籍したがアンジの財政縮小の影響を受け8月29日にチームメイトのクリストファー・サンバとウラジーミルがブロフと共に FC ディナモモスクワに移籍したロシア代表としては U-17、U-19、U-21 と各年代の代表を経験している2011年3月29日 カタール代表との親善試合で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。